まあ、グランパスで初めて、まあ、監督の経験かな、うん、どうでした？まああれは迷惑かけたね。特に選手たちにはね、完全にもう経験不足。グランパス行った時、オグが大変そうなのを見てたんで、もうインタビューを受けるのが俺はもう見たくなかったぐらい、現場でオグが指揮をしてるのを見たことないから見に行きますよ。ああ、もうぜひぜひ。おじやそで、まあ指導者の道に進んで、オグ、うん、まあグランパスで初めて、まあ、監督の経験かな、うん、どうでした？まああれは迷惑かけたね。特に選手たちはねまあだから何もない状態で、まあ、正直、まあ、GM というか強化の方で呼ばれた形だったから、うん、何をしなきゃいけないってなった時にアカデミーをもっとしっかりと変えないと、うん、やっぱり育成もしていかないとなっていったところで、まずそっち頭に入れながら、うん、GM 補佐として動いた中で、で、まあ、監督を変えなきゃいけないって、まあ、西野さんなんだけど、じゃあ、って言ってピックアップしてたの。外国人監督とか中心に。で、まあ、いろいろ日本人とかも当たったんだけど、まあ、いろいろこれはいい、あれはダメって言われた中で、3人候補上がったのよ。誰か決めて、で、交渉しに行こうかって言ったところの中で、その中心で話してるところで、俺がトイレから帰ってきたら、急に俺っていう案のいろいろ絵ができてて、なんすかこれってなって、いや僕経験ないから絶対大変ですよって言って、いろいろトップの人が OK したらいいのかって感じ聞かれて、まあいいですけど、まあ、全力サポートするからって感じになって受け入れちゃったけど、もう完全にもう経験不足、もうそれだね。もうだから選手とか応援してくれた人とかには迷惑かけたね。何が大変だった？まあ、選手も全部自分で取りに行かなきゃいけなかったから、その準備もできてなかったから、じゃあ実際見に行ってっていないわけよ。じゃあいいなと思っても高すぎるとか、まあ、当時中国のリーグすごかったから、こっちの条件出しても3倍に出されたらそれは3倍いくじゃん、でまあプライベートなことなんだけど最初の子生まれるしで、公私ともに忙しくなっちゃった中で回らなかったね。力不足。チームをマネジメントするってすごい難しいんだなっていうのは。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。まあトレーニングをして、まあ、オグの、まあまあ、やりたいサッカーというか、まあ、それを、まあ、チームに落とし込んでいく中で、もちろん選手も選ばなきゃいけないし、スタメンのベンチから外れる選手もいるわけじゃない。まあ、だからそこを含めて全員をマネジメントして、まあ我々も現役の時に経験はあるからさ、みんなスタメンで出たいし、でなんで俺はスタメンじゃないんだと思うメンバーもいるし、いろんな思いがある。それを一つにまとめるってやっぱ難しい。まあ今こっちのチームでもそうだけど、まあそこに納得感であったり、じゃあそれでもっていったところの競争っていうのも含めて、一つの目標、チームとしての目標に向かって、しっかり向かわせるっていうのは、難しいっちゃ難しいね。確かに。やっぱりこう、それぞれプライドもあって、ここっていったもののところの部分で、納得させるものがあるかどうかっていうのは、なるほど。大事かなと。監督されてた時に、印象に残る選手というか、やっぱ武器持ってる選手は、それは長井のあの、まあ、今でも戻ってきましたけど、ね、まあ、あのスピードは、もう、木村和司さんも、あれ、スピード違反やろって言ったぐらい、あんだけのスピードだったら、いろんなところで勝負できる。で、ちょうど1年目で入ってきたのは、泉龍二が、まあ、結構マルチでできる選手だったけど、もともと三重県の出身の選手で、まあ面白いなと思ってて、この子どうにかして伸ばしてあげたいなと思ったりもそうだし。やっぱ特徴ある選手って計算しやすいなっていうのがありました。小倉さん自身現役時代コンバートとかされたって、まあサイドハーフとか一緒にゾーンでやった時は中盤のね、サイドとかもやらされたりとか、確かベルディのスカウトのテーラカドが小倉さんサイドバック説みたいな言われて、いやそれはなかなか大変よみたいな思ったけど、ある程度中盤までなんで、まあフォワードでも
アシストも多かった選手なんで、パスだったりクロスだったりってところは自信はあったから、まあでも守備のところはなっていう思いもしながら、うん、まあでも長所をこうやって生かしてくれるならそこのところで生かせるなってところで、個人的には別に嫌な思いはなかったっていう感じですかね。ストライカーじゃなきゃっていうのはなかったし、まあもっとそもそもがストライカーストライカーしてない選手だったと思ってるんで、そこはなかったですけど、まあ、監督としていろいろ選手コンバートするっていうのは、まあ、今のチームなんて特にあるんだりするんですけど、まあ、その子の良さを引き出したいというか、どうやったらいけるのかなっていったところではチャレンジさせたい。そこのきっかけは何かっていうと、まあ、それこそ4中高の時に、うん、あのフランスワールドカップで言うと中西英介、うん、まあ、あいつはずっとブツブツ言ってたけど、うん、中盤やってたのがあいつは、うん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 、でもサイドバックへ転向させたのはジョー先生で、うん、でも1対1になったら頭突っ込んでくるぐらいしつこい性格してるし、あいつ身体能力垂直跳びでも平気で80超えるぐらい飛ぶし、うん、でヘディングも強い、うん、足も速い、うん、で攻撃的なセンスもあるってところでは今のサイドバックに持ってこい、うん、だもう当時でそれやってたっていうので、ジョー先生すごいなと思うんだよ。確かに。でもそのおかげでエースケワールドカップ出てるわけじゃん、うん、だからそのまま中盤だったら多分あいつ無理だった。確かに。もうコンバートをしてそこで一つ何段も上のレベルだったり特徴を生かせれたら、うん、そんないいことはないっていうのは思ってるのは僕としての考え方ですね。なるほど。だから現役の時のオグの、まあ、いろんな経験も含めて、あとは名古屋での監督の経験、そういったものが今、まあ、うん、伊勢志摩ではどう生きてきてる、まあ、監督だけじゃない部分 の役割もあると思うんだけど、うん、まあ、ベンゲルに言われたんだけど、やっぱ監督って何にしたらガイドだっていう、うん、じゃあ選手をどういうふうに成長させてって言ったところでは、じゃあこちらの思いだったりやりたいサッカーの中でシステムなり何なりをがんじがらめにするのもこれもまた違うのかなと、うん、それこそずっと自分が監督やるわけじゃないし、じゃあ選手も他のチーム行ってやらなきゃいけないってところでは、選手が何が見えてそこでどう判断してどうプレーするのかっていったところは、サッカーなんてサイン出してくれないじゃん、うん、その瞬間瞬間で判断してプレーしなきゃいけないから、じゃあそこを何べき養ってしっかりやらせるようにする。もちろんベース的なものは抑えながらってったところなんだけど、それこそ大学でトップで出れないような選手ばっかりだから、うんうん、だからその選手をいかにこう引き上げていくか、うん、成長させてあげるかっていう意味では、うん、すごいいい経験させてもらってるのかなと思って。で、まあ、プラス、うん、それはクラブを上げていく上では、うん、じゃあ行政だったり、まあ、大変で、うん、それは一筋縄ではいかないから。うん、最初のこの、まあ、監督兼、伊勢志摩に入る、その経緯。それこそ、フルゲン選手だった。一蔵、中田一蔵が、うん、こっちの方で J リーグを目指すチームを作りたいっていうので、うん、でその時に、まあ、エースケにも声かけたと思うんだけど、アドバイザーになってくれっていうのがきっかけ、うん、でグランパスの監督クビになった後で、まあ、いろいろとその期間勉強させてもらいにヨーロッパ行ったりアルゼンチン行ったりっていうのはしたんだけど、うん、実際やっぱり監督って現場立ってやらないと、うん、それは経験積んであげないと監督としてのスキル全然上がらないから、うん、まあ地元だし、うん、まあこっちの方の南の方っていうのはゆかりもあるから、三重県全体考えたら、まあ確かに一蔵の勇敢の考え方っていうのはいいなと思ったのもあったんで、うんうんうん、それで伊勢志摩に行ったっていう形でした。どうなの、試合とかって僕俺も見たことないけど、どれぐらい観客入るとかってどんな感じなの、平均観客は、うん、まあ最高では1300人入ったんだけど、まあ、それはまあちょっとあの飛田っていうもともとフロンターレにいた中央の後輩なんだけど、うん、まあ、そいつが最後の試合っていうのとこもあっていった、うん、まあコロナ禍前のところでは平均だからその年含めてそんだけ入ったから800人入った形で、うん、まあ、これまあ地域リーグでは全国で3番目ぐらいに多いだったんだけど、まあでもただね、その後の先 JFL、J3 って見たときには、うん、まあどこもね、観客数の問題っていうのは出てくるんで、現段階では。うん、だからそういう意味ではもっともっと増やさなきゃいけないってところでは、日頃からしっかりそうやってやって、うん、まあいろいろ、あのお店もいっぱいいろいろ屋台も呼んでもらったりとか、うん、パトカーや白バイに並べてもらったり、消防車呼んでとか、
そんなのもやりながらいろいろこうにぎわい作りをやってるわけですそっかそっか。J リーグの時の監督と今の監督やられてギャップというか、ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。ないもの尽くしなんで、俺はやっぱりプロで選手もスタッフも働いているフロントスタッフも含めて恵まれてんだなと思いますけどね。ここもうないとこだらけのところで、一人マンパワー足りないところでの部分の、まあ、足らなさっていうのは、まあ、理事長も兼ねてる僕が足らないところでしょうけど、まあ、選手にも負担かけてる部分も申し訳ないなと思うし、まあまあもうプロって恵まれてますよ逆に言えば自分たちでいろいろできるっていう部分を作っていけるっていう部分ではやりがいだけあるけどね、ないもの尽くしだけど練習場はもう決まってるの？毎回決まって練習場はやっぱそれも借りなきゃいけないから、うん、まあこれもいろいろその行政絡んでやらなきゃいけないところの部分では、夏場大変なのこれ、うん、地域リーグの一番の課題ってやっぱ午前中練習できるかどうか、うん、じゃあそれ午前中練習するとなると、やっぱそれを分かった上での仕事先がないと、うん、ただ夏休みとか、うん、休み入ると、うん、学校が使うでしょ、うん、子供たちが使うでしょ、施設をね、まだ優先させてもらえないから。なるほど。でもそれがなんで困るかっていうと、仕事してるでしょ午前中、うん、夕方の練習はまあ分かるでしょ、うん、質が落ちるのよ、うん、うんってなって、まあ選手やれやれって言ってても、それはね、うん、働いたはずだから頭も回んないし、うん、確かにね、そこを選手奮い立たして目覚まさしてやらなきゃいけないっていう作業も一個増えるんですよこのうち。なるほどね、うん、目標としてはなんかなんとなくこう明確にこう立ててんの、こう何年でどのとか。うん、そうね、だからもう JFL はもう今すぐ行かなきゃいけないって言ったところで、今年ちょっと難しい状況になっちゃってるって言ったところで、うん、まあ最速で行きたいところであるけど、うん、じゃあその JA っていう形を取るには、うん、3年から5年の間に形は作りたいなというふうに思っています、うん、なるほど。 J 目指す地域リーグもいっぱい増えていて、でそこにもまあもう J 経験者がたくさん降りてきたりしてレベル上がってるじゃないですか。うん、そういったところでは、まあ、選手も欲しいけど、そのためにはまあ資金も必要になってくるしっていうところの問題もあるわけでしょ。そういうことです本当地元の応援したろか、うん、よしやったろっていうその空気感を出していく、うん、だいぶ空気感は上がってきてるのかなっていう感じはあるんだけどね、うん、まあ、それでもやっぱり今まだ5年目だからね、うんうん、おじやそ、やっぱり終わってからその奥が監督の道に進んで、まあ僕は監督はできないって自分で思ってるんであれですけど、あのグランパス行った時奥が大変そうなのを見てたんで、でもインタビューを受けるのが俺はもう見たくなかったぐらいだったんだけど、監督をやるにはやっぱり現場で経験を積まなきゃいけないし、それがまあ結果出る出ない関係なく、やっぱりそれをまたあの今の伊勢島に生かして、しかも監督だけじゃない、そのもっと重要な役割で地域を盛り上げてまた J を目指すっていう活動をしてるっていうのはまあ大変だと思いますよ。もう僕はもう絶対僕はできないと思うんで、現場で奥が指揮をしてるあのを見たことないから、試合もいいけどその普段どういう、さっき言ったそのいろんな人たちの関わりでどういうことをやってるかっていうのもちょっとなんか密着で見れたら面白いけどな、そういうのはっていうのはなんとなく思いましたし、まあ同期がこうやって頑張ってるんで自分も改めてまた頑張んなきゃなっていう刺激になりますよ。全然ね、あの頑張ってる場所は全然違うんですけど、それは思いました本当に、うん、いやまあもうそんな僕は今楽しくやらせていただいてる、大変ですけど楽しくやらせていただいてる、うん、まあでもゾノが今いろいろメディア含めてやってもらってるのは非常にそのポストの人たちも大事なので、スイーツから自転車からいろんなところで頑張ってもらって、でまだそんなところからサッカーっていったものも伝えていってもらえるっていうのは
そのしかできない感じだから、今の感じで一回見に行きたいですよ。見に行きますよ。ああ、もうぜひぜひ。で、そのまま、あ、ゾノにも指導してもらって。うん。いやいやもう、喜ぶよ。カモさんみたいな指示しかできないから、だけど。ほら、ほら。またじゃあ、ぜひ、まあ、この番組を含めて、また会いましょう。お願いします。はい。待ってます。頑張ってよ、オグ。頑張ります。はい。ありがとうございました。